四代目桂塩ラは落語家。本名は山下真氏。所属事務所は米朝事務所。情報落語協会理事。二代目桂雑ラザコバ一門の筆頭弟子である。京都府京都市生まれ。全名は桂都ラミヤ京都出身であることとザコバの当時の名である朝丸からと名付けられた。出林はタイやタイ。既婚、茨城市在住。 京都市立須作第七小学校、京都市立須作中学校、京都市立堀川高等学校卒業。立命館大学経営学部中退。1977年1月3日に、桂町丸に入門。当初は米町に入門を申し出ているが、住み込み修行中の弟子が多いため断られ、その後、二代目、桂ツラ尺にも申し出たものの、 米朝同様弟子がいたため断られている。そして、KBS ラジオでパーソナリティをしていた、桂町丸のモーニングサークルの放送終了後に、出待ちをし弟子入り志願したが、朝丸が29歳という若さだったため一旦、弟子入りを断られた。しかし、それでも話し家になりたいなら、米朝に相談したると言われ、二人で大師匠の三代目、桂米朝のいる楽屋に行き相談の末に、 朝丸の弟子やけど、稽古は、わしがつけるという条件で弟子となった。朝丸は後に使用大襲名の工場の中で、当時米朝は弟子を持つことで、朝丸の成長も期待していた。と述べている。朝丸は、初めての弟子ということもあり、容量がわからず、最初は、朝丸宅近くにアパートを借り、通い弟子となった。大阪府茨城市ただ刑事、鈴めの会において、宿屋町で、 初舞台を踏んだ。1980年には、仮面ライダー第34話から、ガンガンジーコと、やた感じ役で、レギュラー出演し、子供たちの人気を得る。また、朝のホットラインには、リポーターとしても出演した。1998年より、大阪成蹊大学国文学科で非常勤講師も、務める。2007年6月石垣島で、初めて独演会を開催した。 2010年8月6日に4代目、桂塩ラ代を襲名した、熱烈な岡村隆子ファン、近鉄ファン、そして鉄ちゃん。元は巨人ファンだったが、巨人は子供が応援する球団であることを悟り、近鉄ファンになる。既婚で子供が2人、孫が2人いる。13kg ほど痩せて 75.1kg。ありがとうございます。